おはようございます。皆さんこんばんは。ジョン・カビラです。タイムエナジー服は前日に4月9日木曜日の5時55分です。では本日の説です。本日キャンプサイトに久しぶりだな。すぐにいくつもこうやってます。エナジーは準備中でいくつも歓迎しましたね。それでは本日の皆さんが楽しくですよ。精一杯お伝えしていきますね。行こう。くしゃみですよ。出なかったわ。よーし、やってっか。4月9日です。4月9日、何の日だっけ。何の日だ。まあいいや、とりあえず手紙を。お、いないマーケットいっぱい来てんな。何だっけ。沈みゆく身が沈むように溶けていくようにだね。ヒケージ買ってマスも買ったんだっけ。まあプロシカは何だ。明るいまんまい明るい顔で、というか明るいまんまだから、お早くらいと、なんか君までかかっちゃう気がしない。もうこれぐらいは大丈夫。優しい光で出してくれるから。幸せ見せちゃうんだ。言ったら作ってね。暗いの怖いプロスキャリー。かわいい。暗いの怖いプロスキャリー。かわいいな。ありがとう。で、これが、沈みゆく名だね。ゲケージ、お待つ。お待つ。プロスキャリーなんだ？ランタンとかかな？キャンドル、あ、いいじゃない。いいね、キャンドル。キャンドルいいじゃないですか。いや、もう、教室がないから、ちょっとこの辺やっとくか。あ、いいね。いいですね。で、ケージを。ケーハウス。ケージ。よいしょだー。ケーキに日本語で書いてあるのいいな珍しくない。あ、ケーキ先生とか日本語か。ケーキ渋いね。この前さん遊び出ないのかな。なんだっけ、ブルドックの太ってるって言うからだけど、ケーキお前さんが好きだったな俺は。よし、あ、また金閣いる。金閣さん、よし、いっぱいだな。よし、いっぱいだな。よし、いっぱいやったな。どうしよう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 。荷物いっぱいなんだけど。電動キックボードとか。芝の家に置いてあるか、電動キックボード。あー、思ったよりでかい。あ、ライト、ちゃんとライトあるんだ。最近乗っててみますか、電動キックボード。俺も電動キックボード欲しいとは思ったけど。免許がいるだとか、なんかいろいろルールがあるじゃないですか、車バイクとかみたいに。それなんかどっか止めといて盗まれそうで怖いな。電動キックボードってさ、鍵とかついてんのかな、自転車とかみたいな。なんか普通にコンビニとかスーパーにの前止めといたらなんか取られそうで、取り返そうで怖いんだよね。たまに見かけるけどね、今も。その見て、ああ、いるんだと思うけど。またレシピで利用してんの虫すごいな、この家。今、その辺を提供するよ。何かしてくれないかな、せい。何してるの？あの冠ブルーをちょっと少ししてみたら、ブルーで、それに関してはこのような機械の冠で投げてなくなるなんて。前の紙ブルー作ってみたい。まだあったっけ、この村ないよね。ハンジが多いから、この村は。うちの子さしたい。うちの子さしたいなんて今のことも知らないと思うよ。うんうん。あ、前の紙です。自分の石を覚えた。前の紙、まあ、チームマップを開いてしまいました。おー、青いバラ。青いバラって珍しいんじゃないか、だっけ。購買しないと。金額の尻尾くるくる回ってるのかわいいな。若干鼻声なのが申し訳ないけど。
君、貴様ではいない、捨てていくか、捨てていくか。こんにちは、いらっしゃい。はい、職質取ります。なんか変わったもんないかな。ストライプの別の季節、うん、 MA1 サイクルボトム、うん、なんか変わった帽子しかないの。おおおお、能面がある、怖ー、なんか怖いよ、こんな夜、夏の夜に。怖い、ちょっと怖いな。モヒカン能面、もうやめとこう。これやめとこう。俺が編集するとき怖くなっちゃう。予言するとき、前打ち眼鏡、前打ち眼鏡の方が似合いそうだな、この格好だったら。うん、前打ち眼鏡、オクタゴン眼鏡、あ、より違うのか、オクタゴン眼鏡。へえ、こっちにするか、こんなもんだね。はい、行っちゃう、このまま。ほら、いいね、いいね。なんか女性っぽいな、こういう女性いますよね、たまに。よし、おおきに、そうぞ、おおきに。あ、誰かいる、チョウちゃんか、チョウちゃんか。何それね、休憩地？キャリアの曲歌ってること多いよね。川島が同じの曲か。ここが書いてるわ。石の質とよくある庭石。いや、塩中の屋敷のなんか盛り裂けないからね。こちら。お、ブスキンじゃん。剣道へと、お前もじゃないか。この剣乗って、ご自身で、ピュン。しばしば。お前と忘れていいな。お店するために来てんじゃないかね、けど。ただ、するためにお店行くとか、昔よくやってたけど。電子レンジがある。電子レンジがある。これやって安いな。まあ言ってもおかしくないと思うけどね。カバオライス、いいな。カバオライス好きなんだよ、俺。ポーライス好きんだよね。はい、うん、この辺はいいですかね。コメントあるのいいか。 OK、 ありがとう、よかったです。で、あ、サーフィン、サーフィンとかすんの、サーフボードか。これ置いたら僕の辺を一気に少ないかな。キュン、色がブスキスシルしてるからね。くすれぬか。え、聞いた ES。4万走れる。あー、え、聞こえんな、そんな。噴火するか。現実でも。これ、懐かしいな。あれ、見やすいっすよ。あ、水槽なの？なんか、あれじゃない、ピコピコなんか、ボタンを押して、輪っかにボールを入れるおもちゃじゃないの。あれですね。場所がある。この場所ワゴンマスター、急げよほど馬車があるね。今はこの場所ないと思うけど、50人くらいまで来るけど、ワゴンマスター。あー、株が効いてね、待ってていいか。株はもう売っちゃったしね。よし、チョウちゃんまだ立ってる？立ってるな。クッキーケージだよね、たぶん。よし、下までいないかな。あ、シャンクいんじゃん、シャンク。いらっしゃい、よく行ってくれよ。ゲタ、ウィザル系ブーツ、パワードブーツ、
キャラクターソックス、かわいい。エアロビーディギンス、サッカーソックス、食べるポーチ、手紙ポーチ、パーティーバッグ、ハードスリルック、大きめザック、カバンカニ、マジでない。はい、シャンク久しぶりだな。風船の音しない？風船の音しない？よせえ、誰かいる、誰だ、誰だ、誰、え、ふたくん、ふうこちゃんだ、ふうこちゃんだ。え、なんで、ふうこ、なんで、ふうこちゃん、こんばんは。この島にお住まいの方ですか？皆さん、どうしてるんですね。ふうたくんのに、お、お、お、妹さんだよね。はじめまして、私、ふうこと言います。かわいい。実は博物館の館長、ふうた妹さんです。あ、ふうこちゃんってさ、なんか、町盛りおいでよの頃は、なんか、星？博物館の2階の天体観測部屋にいたよね。で、飛び盛りだと2階の展示スペースの、なんか、店員にやってたよね。つぼ、お兄ちゃん。兄がお世話になっております。あ、かわいい。ふうこちゃんかわいい。アイスに乗れて星取りに来たんですけど、星の星とは私の期待以上です。これ綺麗に星見えるなら長星って出会えるかも。長星しょっちゅう長星で流れてるよね。そうだ、皆さんは長星の様子を見ると今後ってた話はどうですか？3回願いを言うと叶うときだよね。と叶えたうちの星様は私たちの願いを受け付けるなんてとってもマジックですよね。アーティックで空を巡ったりに、もし長星に出会ったならそのまま A でお祈りしてみてください。R6 とか A とか言わないで、みたいこと。そして、皆さんにも、今後届くのしやすいよ。幸運を運んでいくか。そうそう。話長いな。最近のように、本人、お始末だ、実習は紹介されてたんです。おう。何でも、長く持って、特性は、何味になっちゃう。不思議な変身素敵なのだとか。へぇ、素敵か。素敵だね。夢があって、素敵だから、作ってみたくて、教えてたんです。まし好きの写真に、このように素敵なつんで、もしご興味があれば、作ってみてください。ありがとう。ふうこちゃん、また興味深い位置見つけたらメモしておきますね。お声掛けありがとうございました。僕も締めに行くと思いますのでよろしくお願いしますね。あ、博物館に住むわけじゃないんだか。ふうたくんも住んだけどないか。ありがとう、ふうこちゃん。ふうこちゃんありがとう。ちっちゃいね、ふうこちゃん。なんかかわいい。あ、カズムシだ。すごいよ。虫で大丈夫なのかな、ふうこちゃん。あの人は詰まってないもんな、俺。ここです！やった。ん？これは？カウントさんの歌、強くて硬くて力持ち。いいね。お前強くて硬いものになりたい。ふこちゃん、あ、ごめん。この島で、いろいろ願いを知って、向かい人たちに助けてあげることは多くないですか？一つ願いを知らなければ、お下の投げたまま、下の投げたまま、次の願いを知らなければ、待って飲み交わせますね。アイシックスが言っているときに、わしの大学を知ってた。その A でお祈りしてみてくれましょう。あ、今も行こうとしてな。でも次は決戦前にお祈りしてきた。お祈りしてませんよ。皆さんは、先生に言われたことはご存知ですか？先生の人も見せてもらってた。私知っておじさんの話をお伺いして聞こうとして、へぇー。ただし、行方の人には、お祈りしてもらったり、いい風にお話を聞いて、お祈りしてないですが。それ気になるな。俺、数年前にプラネタリウム行ったんですよ。やっぱ、プラネタリウム行って、やっぱ星っていいなと、おっとっと、アードウォーズ見上げて、お願い！お願い！シンデレラ！オッケー。これいいんだよね。ネシ見るか。よし。スターのステッキ。ふふ。スターのステッキ、強めだ。行ってみるか。スターのステッキ。これか。大きな星の桁1個、星の桁3個。星の桁3個は持ってると思うけど、大きな星の桁は知らないな。ええと、いいんだ。かわいいスターの石器欲しい。欲しい。普通に惜しんできた。あ、ジャックエンディング。あ、なんか珍しい虫いるな。ちょっと、あれは、普通のカブトムシか？普通のカブトムシか、あれは。
なんか、普通のカブトムシってなんか強くない？これです！オッケー。カブトムシか。普通のカブトムシでしたね。じゃあ、フロデックスに追いつけるために、ここら辺塗っとこう。よし。じゃあ、チャマルが受け姫なんだよね。チャマル。チャマルにずっとこう。ヘイ！あ、ジャック受け替えてる。マジで、僕。マジで、その服はいいんだ。幼稚園児の服はね、すぐに外してから。お待ちよ。今週の日はついてるけどね、僕。教えてたわ。僕はその帽子は、決定に行ってたから。ずっとその活動を競うという大学では、その瞬時に。前も言ってたな。キャッチャンニュースが言いながら。これに鈴木勝ってんじゃん。ひっとくないよ、ジャック。え、飲みし、飲みは？え、じゃあここに飲み隠してたじゃん。飲みがスモックになって。あら。あ、すごい、よく見たら、この、窓のとこに、ランタンとか、ライト、電気が暗視してるね。ライトの。いいね。細かい。よし。で、あ、ミカチンいいじゃん。あ、スチャラに呼んでたよな。ミカチン、アップしてもいいな。そう。ふぅ。チーム上でした。ミカチンいっぱいしない？大丈夫か。プラスチックも落ち帰ったのか。アップちゃん、あ、ごめん。あー、下手だ。プラップちゃん。あ、まあまあまあ、今日も待ち来てるね。ありがとうございます。大丈夫ですよ。そうそう。実は、昨日のは見てきて、超嬉しかったの、昨日。それが良かった、俺も嬉しいよ。チャチャマルが学園なんだよな。あ、ブスケ。いや。ボスボーこの地獄と、自分たちなくちゃ、昨日。話来てよ。僕、大きく出したんだ。全部作るように、絵の具。やるものくんだよ。鉛筆って安い色がいいんだよね。ケリカスのカフェからずっと持ってなくてずっと言ってたんだ。それはわかんないな。色鉛筆なんてね、もう、使ってるけど、仕事とかでは。色鉛筆なんて、今のことも使ってたかな？使ってるか、鉛筆は。さすがに。なんか虫多くないっすか？あれはカブトムシだな。これ普通のカブトムシじゃないでしょ。やっぱもう7月だから、珍しい虫多いな。これカブトムシじゃないでしょ。コーカサスオオカブトとかじゃないの？これです！おーい。ん？これは？コーカサスオオカブトされた。呼び返し強そう！やった。さあ、問題ミカッチ。まだ男を吸い込んでないだろうな。ミカッチよ。男吸い込んでたら俺怒るよ。ミカッチ。ミカッチ？ああ、よかった。よかった。よかった。ほっとした。ミカッチ。遊んでくれて当たり感じだよね。まあしよ。最近、アイドルが後で一緒の生活。ジャムはアイドルがチェンジしてるんだ。あ、ハンモック。スタムのハンモックなの？俺もこの前キャンプ行ったよ。さあ、いつ作っても難しくて。あいつ好きなんだけどね。ほら、もっと勉強させて、ね。一緒にキャンプ行こうよ。ほら、教えてあげるよ。よし。そうだなぁ。ヤシの木に珍しい虫とかいるかもしれないからね。注意してみないといけないですね。で、あ、見せるって感じなんですか。メッセージボット。ミシャンの大会。朝のシャワーを浴びながら、鼻と口さんで言うと、これレシピが天下を打ってきてさ、それレシピは別に解くよ。僕の時の相手ともに、DIY の方が広げますね。アントニオ、アントニオだー口はた、口当てたき。え口、口はたて、口、口当てたき。口当てたき、口当てたき口はたてきはたてでよさん。口当てたき？口当てたきって何？口当てたきって何？口当てたきなの？わあ、口当てたきだ。二
回もかけて作れるんだ。そうなんだ。そうなんだ。ああ、びっくり。あの、どうした？お、三菱神線。こうしてたら、不満でちょっと聞いていいですか？私、ごめん、すごく面白いことがあって、今、俺たちで、くしたくらいなんです。どうですか？どうでしょう？うん、あ、がっくりってディレクションです。ちょっとだけ作ってくださいね。なんか、三菱神暗号だな。こんな暗号なんだ。かっこいいディレクションをしとった。あ、ちょっと。あと。あと、どうですか？そうだなぁ。あー、なんか知ってない今。キャンプに店来てるもんな。渋谷さんいないな。ちょっと今すぐ風なんで。で、博物館行こうか。博物館行こうか。貸し切り猫とカブトムシと交換させるオオカブトを起動しよう。